その時にですね、体の色を真っ白な体で生まれてきてしまうと血液に見つかりやすいんですね。ですからメスたちは生まれた時は濃い灰色で生まれてくるわけなんですね。それはメスたちは北極周辺に住んでいることで、実はその冷たい海に、適応しているために体の周りにたくさんの脂肪がついています。暑いところでは20センチもの厚さがあるといわれていますね。今私やっているのは実は奈良の体温測定をしています。細長いセンサーの先を40センチほどお尻の中に入れて測るわけですね。今日のですね、奈良の体温は 35.3 度です。他のイルカたちと違ったところがあります。さながらに注目してみてください。バンドウィルカのように大きな三角形の背びれがないこともベルカたちの特徴の一つなんですね。北極周辺といえば流氷、氷の塊がたくさん浮いている世界です。そんな時に大きな三角形の背びれがありますとぶつけて怪我をする可能性があるんですね。今未来が背中を見せてくれていますけども三角形の背びれがありません。ですから、背中にですね、背びれがないことで流氷の海でもスイスイと泳ぐことができるわけなんですね。はい、出る形のバランスコツをいくつか見てもらいましたけども、ここからは出る形の体の特徴を見てもらう失礼しました。特技について見ていきたいと思います。今ですね、奈良が首を縦や横に振ってくれています。はい、未来は首をぐるっと動かしてくれていますね。はい、とても滑らかに動かすことができます。実はメルカたち首を動かすことがとても得意です。ただ我々人間も首は自由に動かすことができますので、あまり大したことには思われませんが、実はイルカたちの仲間ではご覧のように首を動かすことができる種類は意外と少ないんですね。多くのイルカたちは早く泳ぐために首が振れないようになっています。これがつながっていて動かすことができません。メルカたち早く泳ぐのは少々苦手ですが、ご覧のように首を動かすことができますので、ここが良化した泳ぎ方はとても得意になるんですね。はい、次はメルカたちの口を使ったところですね。メルカたちですね、唇のように見える部分はとても柔らかい筋肉でできているんですね。その部分を使って口をすぼめることができます。はい、今触ってもらってましたけどもね、とても柔らかかったと思います。この部分を使って口をすぼめ、はい、ご覧のように水を吹いたりすっぱりすることがメルカたちとても得意です。この動作なんです。
ただも未来も大喜利をでもご挨拶であります。はい、それではこれで皆様の公開トレーニングを終わっていただきます。最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。この後私、スタジアムにおきましてゆかのパフォーマンスもございますので、レッスンの方も楽しんで、一日中ですね、課題の水族館でお過ごしください。ディズニー。わかんないけど。70リットルって、20リットル。
これが息をするための穴で、私たちで言うと鼻ですよ。天台地にありますけど鼻なんで1個に見えますけど、よく見てみると、まあ、見てみるという中側は私たちと同じように2個に二股に分かれてますね。